はい、今日は私たちが今計画をしているインドの、国際夏季学校について説明します、はい、初めまして、画家でジャーナリストをやってる増山玲奈です。お願いします。近畿大学4年生の永谷千秋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちは7月の30日から8月の、11日までインドのバンガロールとビジャプールという都市を、訪ねる、インド国際夏季学校というプロジェクトを今計画しています。でこちらはどんなものなんですか？で聞いてください。すいません。このインド国際夏季学校っていうのはどういうプログラムになってるんですか？はい、もともとはインドでストリートチルドレンをしていた、子どもたちをアートで支援するボンフリーアートスクールという学校が企画しているものなんですが、はい、本当の豊かさって何かなということを、インドの子どもたち、日本の子どもたち一緒に、いろんな体験をしながら、学んでいこうというプログラムです。でビジャプールというところにあるコスモニケタン学園では、小中学生500人と一緒に学校に大きな壁画を描くことになっています。でこの、壁画は日本の和紙を使って向こうの壁に貼って描こうと思ってるんですけど、自然と調和する暮らしをしていたという日本のことをインドの人たちに知ってもらって、でインドの人たちとも交流をしていきたいなと思っています。また植林を一緒にやったり、サザン町ペルシャの遺跡見学も子どもたちにしていただけるということで、地球のスケールや歴史を感じる旅になったらいいなと思っています。で第2会場のバンガロール、こちらはインドで最大の IT 都市と言われるところなんですけれども、ここでは、町のセンターにあるマハトマ・ガンジーロード、往復で2キロある、ランゴリアートメトロセンターをお借りしまして、8月6日から9日まで、ピースムーブ展という大きな国際アート展を企画しています。こちらはどんな展覧会かと言いますと、平和についていろんなアーティストに、世界中のアーティストに参加してもらうという展覧会で、子どもたちのアートを主に、展示していきたいなと思っています。この後ろの絵も、アート展で展示したいなというものなんですけど、こちらは、福島から札幌に避難をしている子どもたち10人と一緒に描いた絵なんですけど、どんな世界に今後していきたいかなというイメージで描いてもらいまして、こっちは今は汚れてしまってる海でも、いつかはみんなで遊んだり泳いだりしたいなということを言っていました。で兵器や、工場、原発から汚れた水が流れてしまって、地球は今汚れてもいるんだけれど、こう笑顔や、自然を大事にっていうところで明るく変えていきたいなというイメージを書いてくれました。こんなことで本当に豊かな世界ってどんな世界なのかなということをアートを通じて考えて、子どもたちと一緒にいい未来を作っていくプロジェクトに育てていきたいなと思ってます。で千秋さん、このアートピースムーブ展に参加するためにこんなプログラムもあるそうなんですが、はい、じゃーん、子どもアート作品コンクールも並行してやっています。こちらは、どんなアートコンクールかというと、小学5年生以上の子どもたち、大学生までも OK ですので、この社会本当にお金を稼ぐだけでいいの？それが本当に豊かなの？ということを、矛盾を考えている子どもたちに、自分たちがこれから作っていきたい世界、自分はこんな世界が豊かだと思うなとか、世界っていうとおこがましいけど、こういうのが好きだなとか、こう豊かっていうキーワードでいろんなアート作品を募集しています。で、平面作品、そして映像作品、アニメでも歌でも声優さんの声でも、アートでもイラストでも、いろんな形で写真でもいいです、
募集してますので、こちらを豪華審査員の方々にじゃーん、審査していただきます。申し上げますと、奥川子どもの未来社という、子どもの児童書を作っている、出版社の社長さん、そして氷の島ある精肉店の話というドキュメンタリー作品を撮っている花房彩監督、アートキュレーターの深瀬栄一郎さん、元アイドルで福島出身の元アイドルでヨガインストラクターをされている千葉玲子さん、そして私画家のジャーナリストの増山玲奈が審査をさせていただいて、最優秀者の方は、インドの国際書き学校に、無料で招待するという企画です。で、されるのは1人ということなんですけれども、それ以外の方々も作品を、ピースムーブ展で展示をするということもできますので、ぜひどんどん応募してください。こちら国籍も問わないので、いろんな国の方からも募集を待ってます。千秋さんは今までインドに行ったことあるんですか？はい、私はこの春にインドのムンバイに行ってきました。ムンバイでは、アウトオブカーストの子どもたちの学童みたいなところに行ってきたんですけど、そこでも絵を描いたりダンスを踊ったり歌を歌ったり、すごく楽しく過ごしてきました。千秋さんは大学でテーブル42の活動もしてるそうなんですけど、はい、その中でどんなことを考えて今回プロジェクトに参加してくれたんですか？そう、テーブル42は大学2年生の時に自分が近畿大学に導入したんですけど、テーブル42っていうのはその大学の食堂のメニューを私たちがこう作って、その大学の食堂に導入してこう食べることで国際貢献をしようっていうものなんですけど、今回そのインド国際科技学校に行って現場を見るっていうことで、なんて言ったらいいんですかね、その現場の子どもたちと一緒に何かを作ったり、現場の子どもたちと会話をするっていうことがすごく楽しみですね。そのテーブル42もそうなんですけど、今関西というかもう日本全国にいろんな国際協力団体があって、小学校を建てていたり教育支援だったり、こう衛生の支援だったり、こういろんなことをしてると思うんですけど、そのもちろん現地にも行ってそのいろんなニーズの調査をして、そのいろんな学生団体がプログラムをやってると思うんですけど、なんていうのかな、私はその学生なんですけど、学生がその途上国、その海外に出てその現場の人と何かをするっていうことにどれだけの意味があるのか、その現場をもっと知って、その子どもたち、その現地の人たちと共に生きてるっていうことをこう考えられたらいいなと思います。こんなんで大丈夫ですか？はい、いろいろな支援、インドと日本っていうとその貧困のための支援っていうことももちろんあると思うんですけど、このコスモニケタン学園もアジア協会さんが長年にわたってそのインド支援をした中で作られた学校なんですけど、その支援をするというだけじゃなくて、お互いにいろんなことを得れるようなプロジェクトにしていきたいなと思っています。で、ぜひこの展覧会や、国際科技学校にいろんな形で関わっていただけたら嬉しいなと思っています。で、その中でそれぞれ の人生に、人生っていうと重いですけど、が豊かになるような、そういうきっかけをこのプロジェクトで見つけてもらえたら嬉しいなと思ってます。ピースムーブ展、参加アーティストも募集中ですし、その、美術展や国際科技学校 のご支援のため の企業協賛ということも募集しています。ぜひいろんな形で関わっていただけたらと思います。こちらが口座先ですね、ゆうちょ銀行14140739784441、ボンフリーアートジャパンまでご支援の方もぜひお願いいたします。お願いします。
この夏季学校に被災地の子どもたち5名を招待したいという大きな目標を立ててしまいまして、その皆さんのご支援をもとに、子どもたちに体験をしてもらいたいなと思っています。私も日本で子どもを育てる母親なんだけれども、日本の中のこう教育だけで本当にこれから国際社会この地球で活躍できる人材を育てられるのかなっていうのは正直すごく心配なんです。管理しやすい、先生の言うことを聞きやすい、そういう子どもを育ててるんじゃないのかなということを考えていて、でこれからの地球に必要な人材っていうのは言われたことをただやるだけではなくて、自分の頭や心でハートで考えて、どうしたら一番この地球でいっぱいの笑顔を作れるのかなっていうビジョンで考えて、即行動できるような、それぞれの形で行動できるような人が増えたら、この地球もっと素敵になるんじゃないかなと思っています。そういう意味で大人も勉強、大人も、変わっていって、子どもたちもいろいろ学べる、そういう学校を、国際夏季学校を作れたらいいなと思ってます。はい、最後告知してもいいですか？はい、どうぞ。はい、私前回福島の子どもお子さんゆずきちゃんを連れて、福島の、インドに行ったことも含めまして、ママの約束という映画を作りました。じゃーん。これ3年間かかって作ったんですけれども、ドイツに行って核の廃炉の状況を見に行ったり、そして山本太郎さんの当選の現場に行って、行ったり、広島長崎の被爆者の方に話を聞いたり、これ以上地球に核の被害をもたらさないためにどうやって片付けて子どもたちにいい未来を伝えていけたらいいのかなということを取材しまして、で最後頭からこんがらがって、でやっぱインドでアートだなっていうことに気がついて、最後は子どもと大きな絵を描くんですが、その時の出会いが今回の夏季学校につながっています。ぜひこちらの映画の方も見に来てもらえたら嬉しいです。大阪では5月の24日ロフトプラスワンウエストで、上映をします。あと、インターネットなどで言ってくれたら、3800円で上映券付きの、DVD も販売していますので、ぜひ応援してください。はい、はい、そんなわけでぜひ、ピースムーブ展とインド国際夏季学校応援してください。よろしくお願いします。作品どかどか送ってください。よろしくお願いします。OK じゃない？はい